金ヶ瀬各福は、宮城県勝田郡蔵王町から、柴田郡大河原町に至る国道4号の改良事業である。宮城県勝田郡蔵王町宮、街道東堀店付近宮城県白石市から、仙台市の国道4号で、唯一の2車線区間である、勝田郡蔵王町、向山交差点から大河原町金ヶ瀬交差点が 3.7km 残っており、 渋滞を引き起こすボトルネックとなっていた。また、東北自動車道の白石インターチェンジから、泉インターチェンジまでの区間は急カーブ急勾配が続く悪戦型で、宮城県の東北自動車道で通行止めが最も多く、その度に国道4号の混雑が、迂回車両によってさらに輪をかけて悪化し、地域住民の生活にも影響を及ぼしている。全線の四車線化により、 通過速度の向上と追突や正面衝突といった重大事故の減少や安定した交通量の確保などこれらの問題の解消が期待されている。これらの問題の解消が国道4号の2、車線区間の混雑緩和のために2009年度に起点の勝田軍座王町宮から柴田郡大河原町金ヶ瀬までの 3.7km の4車線化が事業化された。 2004年3月に、神ヶ瀬角区の終点である大河原町金ヶ瀬金が、瀬交差点から柴田バイパスの起点である大河原町新南交差点までの 1.0km の4車線が完了した。神ヶ瀬角区部分の工事は2009年9月より始まった。工事は、終点から籠石交差点までの大河原工区とそれより、西側の蔵王工区に分け、 終点側から西側に工事が進められ、順次4車線化工事が完了し2018年11月18日に全区間4車線共用となった。仙台河川国道事務所岩沼国道出張所、ありがとうございます。